やっと来たか。外を見たか。レッドマウンテンのうなりはさらに大きくなり、頻度も増している。空は暗くなった。そして人々が気づき始めている。近いうちにオーディネーターを集結させ対処せねばならんだろう。ある意味ではな。だがビベク様のお加減は芳しくない。信者たちにお姿を見せることも控えていただく。ビベク様はエナジーを失い続けておられる。これまでのように領域を維持するのが困難になりつつあるのだ。さて、調査で何が分かった？私がメモを確認してから調査内容をビベク様にお見せするとしよう。調査の実施には反対だったが、私は間違っていたかもしれん。協力を感謝する。さあ、ビベク様に会いに行くといい。お前のことを繰り返しお尋ねになっていた。私も少ししたら行く。よかろう。それぞれの場所で何を知ったのか教えてくれ。どんな結論を出せるか確認しよう。バリルザーは捜査シルに忠実に仕えた。彼は私と同様にトリビナルに忠実だ。意図的にビベク様を傷つけるような真似はしないだろう。だが彼が言っていた道具は別だ。ビベク様が派遣した司祭の誰かに聖堂の保管庫を探させれば、さらなる情報を得られるかもしれんな。ビベク様は信者たちに弱った姿を見せることをお望みにならない。今はお前とカノン・ルレブル、そして私だけが宮殿に入る許可を与えられている。宮殿といえば、ビベク様がお前がここでの仕事を終えたら会いたいと仰せだ。お前のメモにそう書いてあるな。お前を助けたこのセリンというものは興味深い。アッシュランダーの大部分はトリビュナルと関わりたがらない。とはいえ、彼らが攻撃的になることは滅多にないがな。このチョダラというものには監視が必要だろう。可能であればアルドルーンにアーミガーを派遣する。興味深い理論だ。チョダラの杖がビベク様のエナジーを盗んでいるのかもしれん。しかしアッシュランダーにどうしてそのようなことができるのか見当がつかんな。ビベク様がおっしゃるには、お前が出発してからエナジーの流出が勢いを増したらしい。お加減は悪そうだ。発見したものからすると、ニコティックの異物とバリルザーが言っていた道具との間には何らかの関係がありそうだな。それにアッシュランダーの盗賊はチョダラとつながっているようだ。この証拠から明確な結論が導き出せる。そのようだ。ビベク様は不平を言わぬよう努めておられるが、エナジーの流出がどれだけの代償を強いているかわかる。お前の姿を再び見るだけでもご気分は大きく改善されるだろう。調査のおかげで目覚ましい進展があったからな。訪問客を受け付けていない。ビベク様、どうか助けを呼ばせてください。治癒士が役に立つかもしれません。孤独は苦痛を忍ぶに最も適する。我が第37偶意志に書いた通りだ。何かできることがあるはずです。アークカノンを呼べる。この知らせをかの者も聞くべきだろう。川が海へと流れ移るごとく、我が力もまた流れ移る。今一つだな。見ての通り、我はエナジーを失い続けている。それによって心に乱れが生じている。我が不快感の源の調査に進展はあったか？アッシュランダー、
ありそうにない話だが、汝の勘を信じよう。このチョダラと、かの者を支援している古き敵を探し出さねばならぬ。これを受け取れ。さらなる社員の印だ。どうやら、アークカノンも到着したようだ。ビベク様、よそ者が本当に何かを発見したかもしれません。お前が持ち帰った文書を詳しく読んだ。市長に同意せざるを得ないな。方法は分からんが、アッシュランダーのチョダラはビベク様から聖なるエナジーを吸い取っている。正確には分からないが、問題が自然に起きたものではないと判明した今、解決に向けて動き出せる。おそらくチョダラの杖がいるはずだ。操作シルの道具がどうやってアッシュランダーの手に渡り武器に変わったのかについては全く見当がつかん。最終的にはな。だが注意は必要だ。もしお前の言う通りチョダラが尊敬されているなら、奴を攻撃すれば戦争が起きかねない。そんな余裕はない。アルドルーンへ行き、奴の妹のセリンと話せ。私は信用できないが、お前は以前その女と一緒に働いているはずだ。アルドルーンへ行きセリンを探せ。彼女からチョダラに関するさらなる情報を聞き、杖を手に入れるための協力を取り付けろ。でなければビベク様の回復は不可能だ。その間私は民をなだめておく。人々はビベク様がいつまでも姿をお見せにならないため不安を抱いている。何を見つけた？ほら、こっちだよ。急いで。自分がネレバリンだという兄さんの主張について最後に話した時からずっと考えていたんだ。どう考えてもあの言葉は間違っているとしか思えない。兄さんが権力を手に入れることが部族の利益になるという主張に賢者が説得されるんじゃないかって不安なんだ。兄さんは尊敬と崇拝を受けてる。部族全てに味方がいる。直属のレッドエグザイルは言うまでもなくね。気をつけて話そう。アッシュランダーの慣習と伝統に敬意を払いながらね。そうしなければ暴力と流血へ導かれるだけだ。兄さんと話そう。こんなやり方は間違ってると説得するんだ。あとは賢者が兄さんに協力しないようにしないと。チョダラが何を言おうが何をしようが剣を抜かないこと。名家とアッシュランダーの戦争なんて見たくない。賢者がここにいてくれればよかったのに。お前は遅すぎた。お前の抗議を受けてなお賢者はお前の訴えを裏付けるために転生者の洞窟へ向かった。兄さん、本当にこんな危険な道を行くつもりなの？お前はかつて俺を懸命に支えてくれたな、セリン。その日々が懐かしい。チョダラ兄さんが愚かな、そして危険なことをしようとしてる。でも夜明けと黄昏にかけてアズラは目的があって私と君を同じ道に進ませたんだ。時間がまだあることを祈るよ。
ネレバリンを名乗り、この地に集ったアシュランダーの部族たちを結束させるつもりだ。兄さんはすでにレッドエグザイルの支援を取り付けてる。奴らを利用して他の部族を脅迫するつもりなんだ。もし賢者を説得して味方に引き入れられたら。賢者ドブロシは最も尊敬される評議員であり、レッドマウンテンのこちら側の魂の導き手さ。彼女はチョダラの主張について熟考するために転生者の洞窟へ行ったんだ。もし彼女が兄さんの主張を認めたら、全ての部族が彼の導きに従うことになると思う。賛成だよ。でも私はチョダラを部族に残していくわけにはいかない。私は今回のことにアズラの手を感じているんだ。転生者の洞窟へ行って賢者と話して、私はここに残って君が戻るまで事態を制御しておくよ。洞窟はアルドルーンの北東、レッドマウンテンの向こう側にある。轟音と溶岩に邪魔されないことを願うよ。洞窟へ行って賢者と話してきて、もし彼女がネレバリンについてのチョダラの主張を受け入れたら。兄さんは自分がネレバルの再来だと信じた最初のものじゃない。以前の失敗した転生者たちは全員あの洞窟の中で眠ってる。アズラの像が見守る中で、彼らは真のネレバリンの到来を待ち受けてるんだ。アズラの予言によると、いつか太古の英雄インドリル・ネレバルがダークエルフたちを結束させ、ニルンの過ちを正すために再び帰ってくる。帰ってきた転生者をネレバリンと呼ぶんだ。チョダラ兄さんは自分がネレバルの生まれ変わりだと信じてる。チョダラが民の勇者であるグラカーンになった時、兄さんを支えたのは私。兄さんが部族の長であるアシカーンになった時も、私は兄さんのそばを離れなかった。でもこの新しい訴えには奇妙な力と戦争の話が含まれている。そんなものを支持するわけにはいかない。彼女が否定することはないだろうが、レッドエグザイルには準備をさせておけ。あなたの言葉が法となります。お前は妹を助けてくれた、感謝しよう。だがレッドエグザイルを憂える必要はもうない。彼らは今俺の支配下にある。その他のことは我らアッシュランダーの問題だ。よそ者が口を出すことではない。計画？いや、俺は疑心が倒れると信じているだけだ。アズラはこのことを予言し、それが真実だと知っている。トリビュナルは我らの英雄を裏切り、我らの教えに背を向けた。そして奴らはアシュランダを異端者と呼ぶのだ。くだらん。妹はあまりにも世間知らずで理想主義者だ。俺が身につけた力を見るがいい。俺の言葉の重みを感じるがいい。名家のエルフたちが我らの地を分割するための口論と小競り合いをしている間に、ネレバリンが一歩を踏み出す。奴らの暴政に終止符を打つために。
また見つけたな。役に立ちそうだ。言わせるんだ。救援は向かっている。レドラン家から現地は取っている。鉱山の問題を解決するとね。あとはじっと待ってればいいんだ。じっと待って？また卵運びが運び出されたばかりだぞ。他のやつよりひどかった。あんたの責任だぞ、モバネル。仕事を探しに来たんだな。残念ながらもうしばらく鉱山は閉鎖されるだろう。もちろんそう長くはならないが、とにかく財布の許す限り好きなだけ滞在してくれ。宿屋の主人は間違いなく客を歓迎する。卵運びの何人かが病気になった。病気の原因を見つけ出すまで彼らを鉱山に入れておくことにしたんだ。念のために言っておくが、予防のためだ。レドラン家の調査官たちがすぐに着くはずだ。その調査のためにね。閉じ込められている？違う、バカなことを言うな。出て行きたがっているわけでもないのに。いいか、これに関してはレドラン家が対処する。他に質問があればラスダル作業長と話せ。彼ならあっちの鉱山の入り口にいる。俺は他にやることがある。ただおっしゃるように遺跡が霊魂だらけなら護衛が必要です。亡霊を枯れないゴーストハンターを雇っているわけか。ふっ、私の気が変わる前にさっさと手伝いを見つけて働け。全ての霊魂を切るだけで追い払えたらいいのにね。ちょっと当ててみよう。ある程度戦いに詳しいか、少なくとも防御は知っているな。そのオーラ、それに歩き方、それでわかるよ。
偶然にも仕事を探してはいないかな。私の仕事は霊魂への介入だ。霊魂がいる場所を調査して消えない霊魂を安らかにさせる。しかし霊魂はいつも歓迎してくれるわけじゃない。今の仕事のような場合は護衛してくれる誰かが必要だ。我々は最近雇い主が手に入れた土地で悪しき存在を浄化することになっている。アッシュランダーが呪われていると考えている以外にはその土地についてはほとんど知らない。何がいるにせよ除霊される間おとなしくはしていないだろう。だから頼むんだ。目的地は遥か北にある古い要塞だが、山中の小道を通ってしか行けないところにある。その外側にアッシュランダーのキャンプがあって、そこへ物資の補給に立ち寄るつもりだ。彼らからもっと情報を得られるかもしれないからな。さっき話しかけてきた友好的な紳士三連教が雇い主だ。要塞のある土地の権利を買ったばかりだそうだ。かなり安く手に入れたらしい。霊魂がはびこっているせいで価格が少し下がったんだろう。まずは彼らが残っている理由を探る。呪われた遺物の拘束、不当な死の復讐、愛する人に別れを告げたい理由はいつも違う。それが分かったら出て行ってもらうのはとても簡単になる。いつも完璧とは言えないが、この仕事に関しては私のグループが一番だ。依頼主が十分に満足しなければ返金する保証もしている。他にそんなゴーストハンターはいないね。それは間違いない。ここにいるチーム？タムリエルで一番のゴーストハンターチームだ。我々は皆さまざまな方法で死者の領域と特別なつながりを持っている。霊魂に関わるとき対話や問題の解決に役立つんだ。臨死体験だ。水を歩きながら稲妻の呪文を唱えたことはあるか？あの世に一歩近づけるぞ。亡霊が関連している墓に片足を突っ込むコツがあるんだよ。おお、それなら仕事が終わった後でぜひ話そう。我々のグループのためになりそうだ。護衛は常に探しててね。シャーズは戦い方を知っていると思ったんだけど、だって彼の腕を見てくれ。だが彼は平和主義者でね。だからまあ困ってるんだ。いや、旅の友よ。ここがどこだかはわからないが、友人として話してくれ。これから仲間になるんだからな。君の心に闇がなければだが、それなら我々は最大の敵として分かれる。なぜなら私は純粋な者とだけ交流するからな。正しいって分かってる。最も高貴で立派な貴族と貴婦人による指導で何年も勉強した賜物だよ。私の先生たちは飢えた人々に食べ物を与えていた。貧しい人に自分のお金を、裸の人に自分の服をね。本当にそうだったよ。寛大すぎて最終的には家もお金も食べ物もない路上生活をする羽目になった。でも彼らの心は純粋だった。それが大事だったんだ。病気になるまではね。その後ほとんどが死んでしまった。でも彼らは誇り高く死んだんだ。バラだな、甘い旅のものよ。霊魂があなたと共に歩き、影が足元から外れますように。私たちの宗教と信仰の言葉よ。真の神々が崇拝されていた古代の言葉。浄妙の者と不死の者が対等に助け合って住んでいた時代よ。とても古いのよ。寄付をくれたらもっと話してあげられるわ。その通りね。私が頑張り続けないと、この古く壮大な宗教が知られずに終わってしまうわけね。私たちの宗教の名はとても古く、寿命の者の下ではその名を口にできない。しかし神の秘密を抱えている。ずっと昔、真の信者がこの教義を極め、この世界を後にしたと言われるわ。ほとんどの教えは時とともに失われたの。失われた保管庫や巻物を見つけたからよ。といっても真実のほんの一部だけど、それで十分。
極める道は私に開かれている。あなたが後を追うこともできるわよ。あと少し寄付をしてくれれば聖典を一冊渡しましょう。戻った時に聞いてね。締め出すな。他も歌える。鉱山労働者のことを考えろ。狂信者め、職人技への敬意がない。センドーレスを救出するとは勇気ある功績だ。質が良さそうだ。
お前はウルシラクの中に友として来たのならまず私と話してくれ。お前のことは覚えているぞ。アルドルーンにいたな。部族の友だという者もいた。それを証明したいのか。私はザイナ部族のザナムと会った。賢い男だ。彼の部族はよそ者との取引がうまくいっているそうだ。我々アッシュランダーは簡単にやり方を変えないが、試す価値はあるだろう。決めるのは指導者たちだが、彼らはまだアルドルーンにいる。ザナムを探し、部族と共に働きたいと彼に伝えてくれ。よそ者にも信頼できる者がいると示してほしい。彼が他の部族を紹介してくれるだろう。アッシュランダーは愚か者の集まりだ。太古の作り話に囚われているなんてな。ガルガラーと呪いが怖いかって？はっ！待て、お前は誰だ？なぜ私に話しかける？おい、遅いぞ。他の者は先に行かせた。ここで待った方がいいな。お前の動くスピードだと、この会話が終わる前に彼らが戻ってくるだろう。それで合流できなかったのは誰のせいだ？あの土地が使えない時期が長引くと金庫から金が出ていくんだ。アッシュランダーのホラ話なんかでゼヨの時間を無駄にさせられない。ボディスナッチャーの話なんて聞かせない方がいい。有害な霊魂さ。それで彼らが仕事をするには十分だ。専門家ならそれで仕事をするべきだ。お前も仕事をしたいならバレンバリオンは道を進んだ東にある。外にいる男に騙されるな。ガルガラーを甘く見てはいけない。あいつがバレンバリオンへ送った者は全員死んだ。その証拠にそいつらの死体が転がっているだろう。ガルガラーはボディシフターだ。魂を追い出し、残った体を操り人形として使う霊魂だ。奴の霊魂はバレンバリオンに縛られているが、器さえ手に入れれば自由に歩き回り、さらに多くのものを罠へと誘う。我々の結界があれば邪悪な霊魂がキャンプへ侵入することはできない。三連教はバーデンフェル外部の人々が言うところの単なるバカだ。我々がそれを知っていればガルガラは今頃存在していない。奴が支配している器を殺しても霊魂が自由になるだけだ。唯一の方法は奴に何もしないことだ。よそ者は耳を貸さないがな。それで何を作るのかな？
質が良さそうだ。私は思っていたより危険だ。結界を張りに行ったファーウェンに同行すべきだったかもしれない。友よ、疑念を抑えろ。ファーウェンは正しき女性で、深い信仰で悪を打ち破る。大丈夫だ。ああ、来たのか。三連鏡があまりに急いでキャンプから追い出したから、物資を置いていきそうになったほどだ。あいつ、急がなかったら契約を中止にすると脅してきたよ。幸運にもこれは普通の案件のようだ。ただ怒った霊魂を安らかに眠らせればいいだけだ。ああ、それは我々が名付けた。その名で彼を呼び出し、悩んでいる理由などを聞ければそれで多少は問題が解決すると思う。彼が人の体を支配しようとする霊魂か何かでない限りはね。待て、何だって。それなら話は別だ。我々が体を支配する霊魂に関わったのは一度だけだ。友人のロニーを失った。三連の野郎、一言も言わなかったな。ファーウェンの結界を設置しないと。急ぐんだ。彼女はいつも通り現場の周辺に防護結界を張りに行った。いつも最適な場所を探しに行くんだ。ファーウェンを探し出して結界が張られていることを確認してくれ。解決のための時間を稼げるだろう。まずはそれからだ。ファーウェンを無事に連れ戻すため、必要なことは何でもしてくれ。無駄にできる時間はない。体を支配する霊魂は軽く見るべき相手じゃない。やりたいが、彼女は古き神々の秘密について口が固い。寄付を出し惜しみしなければいいのかもしれないが、シャーズと私も多少の技を使えるが、そいつが使えるのは安全に守ってくれるファーウェンの結界の中だ。彼女なしでは負けるよ。まだ私の土地に亡霊がいるのが見えるぞ、ゼオ。なのにお前は突っ立ってるだけだ。いらしてくれて嬉しいですよ、三連鏡。意欲的なあなたは全く邪魔にならないでしょう。ここにいるのが信じられない。すごいところだな。しまって、古き神々と対話するには集中が必要だから。神々はこの場所のジャヒーダを示して守護結界を張る場所を示してくださる。助けてくれてありがとう。自分で追い払えるけど、結界を召喚するのは面倒な仕事よ。霊魂に対する障壁を作るのは手始めに過ぎない。期間を延長してここを維持するには魔法の流れを導き続けなければならないの。結界は中心の周囲に張らなければならない。私たちが退治する亡霊の近くにね。適当な場所に張ると霊魂への障壁は望んだ場所に現れない。例えば硬い岩の中とかね。そして私には一度結界を張る力しかない。ボディシフト、古き神々を守りたまえ。前にこういう仕事をした時は犠牲者が出た。祈りましょう。ほら、古き神々が道を照らしてくれたわ。私は後ろからついていく。力は魔法のために温存しないとね。全力を見せろ。
いわね。レイコンは私たちが結界を張らなきゃならない場所に引き寄せられてる。これで全部片付けたよな。終わったわ。でもレイコンは私たちの意図を知ってる。急ぎましょう、彼らがからかうのをやめる前に。それで何を作るのかな。亡霊か。ボディシフターの支配者に違いないわ。やつは彼らの体も魂も所有して。うまく戦えたな。これは面白い組み合わせじゃないか。他のものよりも生命力がある。元気がいい。お前の皮をかぶるのが楽しみだ。この悪は非常に長い間ここに居座ってた。でも古き神々の力の方がずっと古いと信じている。ほら最後のやつよ。開けてもうすぐ安全になる。我が正義の友よ、その手で何をしている？こんな風に立つと亡霊を怯えさせられる。そうして彼らを騙してこの力を使うのが私だと信じさせる。消え失せろ邪悪な霊魂よ、消え失せろ。おや、おい、うまくいったな。まあ少なくとも今のところ結界のおかげで霊魂は入ってこない。彼らにとって我々の体は器に過ぎない。だが我々も自分の体を諦める気はない。まだまだいい人生が残ってる。あれ、ファーエンはどこだ？一緒のはずだろ。彼女を連れ戻すんだ、手遅れになる前に。まだ失われてはいない。体から生きた魂を追い出すのは簡単な仕事じゃない。時間はあるが危険なのは彼女だけじゃない。ファーエンの更新魔法がなければこのシールドは長く持たない。奴が自分の隠れている場所を示す便利な地図や方角を提供してくれるとは思わない。当然だな、あの霊魂は我々のどちらかを使って互いを攻撃しようとしている。だが協力すればできることがある。
一時的だが、霊魂をこの結界へとおびき寄せ、支配下に置くんだ。だが、尋問はできるだろう。霊魂がガルガラーに拘束されているなら、どこに隠れているかを話すだろう。霊魂をただのエキスまで分解し、もう一度構成するんだ。霊魂を倒し続けて、エキスが残るほどの強い霊魂を探してくれ。エキスを持ってきてくれたら、あとは我々がやる。サークルの中にエキスを置いてくれ。召喚の準備はできた。来い霊魂よ、我が命令に従え。器よ、なぜ私を呼ぶ。霊魂よ、お前の主人は仲間をどこに捕らえているのだ。黙れ弱き者ども、私を連れてきた者となら話そう。待て、こんな風になるはずじゃない。力が足りないようだな。ああ、強いな。ガルガラーが興味を持ったのも今ならわかる。お前は立派な器になる。質問するならするといい。しかし我々の時間は短い。質問は賢く選べ。はっはっは。ガルガラーは隠れないが、一つ目にしてはいい質問だ。彼はここにいない。この遺跡は彼の捕虜となった魂を捕らえる単なる地下牢だ。すぐに自分でも体験するだろう。目を凝らせば彼の要塞は近くにある。石の橋の下にある溶岩の道だ。彼女は自分の殻にしがみついている。我々の主人は操り人形の命を終わらす前にもてあそぶのが好きでね。私も自分が死んだ時をはっきり覚えているよ。ガルガラーが倒されても悲しくはないな。だが巻き添えは食らうだろう。最後の質問だ。慎重に選ぶんだな。お前の友人は間もなく死ぬだろう。ガルガラーの器を破壊しろ。彼のエキスが彼女の弱った体の中に安全な場所を求める。体は彼の力によって維持され、彼女は貴重な年を生きられる。彼女にガルガラーを抑える強さがあればだが。そうだろう。どうやって終わるのか見たいが。ああ。そして結界がなくなってしまう。ファーウェンの呪文は本人がここにいないとそれほど長く持たないと思う。結界であれ何であれ、私の土地をすぐに浄化するんだ。今の我々は完全に無防備なんだな。認めたくはないが完全にお手上げだ。ファーウェンを連れ戻すために何かしなきゃいけないけど、あの霊魂の言ったことを聞いただろ。シャーズと私は戦士じゃない。ガルガラーを倒すなんて無理だ。ああ、確かに護衛を頼んだが、ここまで必要になるとは思っていなかったよ。とにかく仕事をしてもらおう。ガルガラーの居場所がわかるかもしれない。そうか、ちょうど南、ここへ来る途中に通り過ぎた。印をつけよう。行って何としても仲間を救ってくれ。ファーウェンは強い。心の中にいる悪しき霊魂と戦えるとしたら彼女しかいない。結界なしでうろつくのは危険すぎる。三連鏡を安全な場所へ引き戻そう。必要なら蹴りを入れて怒鳴りつける。金はどうでもいい。ファーウェンを救ってくれ。しかしもしガルガラーを倒せたら臨時収入が得られるだろう。よし、みんな荷物をまとめて町まで戻るぞ。ここからは友人に任せて行こう。
何？一体何を言っている？ほとんど何もしていないじゃないか。お前の仕事は遺跡を浄化することだ。股に尻尾を巻いて逃げることではないぞ。あなたが情報を隠したことで我々の命が危険にさらされた。あなたは自分で信用をなくしたんだ。我々は出ていく。私は死んだの？ガルガラ。ええ、どこにでも彼の気配がある。息が詰まるわ。ああ、休みたい。とてもだるいわ。少しだけ横にならせて。起きていなきゃダメなの？体がとても重く感じるけど、どうにか。ああ、痛い。やつが目の奥を引っかいてる。ちょっと自信はないわよ。ああ、わからないわ。殺して、この霊魂に支配される前に私を殺して。やつの操り人形にはなりたくない。私の神々の何を知っているというの？皮肉ね、私の運命は信仰にかかっているわけで、ね、死にたくない。神よ、お願いです。私は生きたいのです。静かになったわ。静かにね。ここから出ましょう。